あなたが噂の各国を渡って旅している金髪の旅人さんでしょうか。なんだ、オイラたちに何か用があるのか。よかった、どこを探せばいいか悩んでいたところだったんです。ちょうどあなた宛ての手紙が私の手元にありまして、ある外国人から預かったものなのですが、その人にこちらの郵便システムをうまいこと利用されてしまったんです。手紙を必ず届けるという確約を得た後、極めて曖昧な届け先を記入されてしまいまして。オイラたちに手紙を届けるのって結構難しいんだよな。何しろオイラたちずっとあっちこっち駆け回ってるし、手紙を受け取るにはむしろオイラたちの方から郵便受けに行って探すしかないかもな。それでそいつが書いた届け先ってどこなんだ。とある喋る白い髪の小さな精霊の隣です。え、オイラのことか。はあ、そうなんです。しかも、もし手紙を届けられなければ規則に従ってこちらが賠償しなければなりません。本当にあの人にはしてやられました。しかしどうやら運は私の味方をしてくれたようですね。こうやってあなたたちに偶然にも出会えましたから。ええ、どうぞ。オイラにも見せてくれ。一体誰からの手紙なんだ。あいつもスメールに来てるんだな。ふっ、悪知恵の働く外国人ってきっとあいつのことだろうなって思ってたぞ。手紙の内容から見るに、あいつはこの手紙が無事に届くことにあまり期待してなかったみたいだな。あ、むしろもしこの手紙が本当に届いたら、それこそ運命の定めってことになって、オイラたちの方からあいつのところに行かなきゃならないんじゃないか。まあ何にせよ昔の友達に会うのは嬉しいことだもんな。手紙によると、あいつは毎日午後になるとジャファータバーンに行ってるみたいだ。オイラたちも午後になったら時間を見つけてあいつを探しに行こうぜ。悪くないかな。この時間ならガイアはジャファータバーンにいるはずだ。早速探しに行こうぜ。マスター、俺が飲んだことないものをもう一杯頼む。お客さん、うちのお酒はもうとっくにすべて飲まれていますので。そうだったか。よし、なら今日はこの辺でおしまいにしよう。ちょうど俺もこれから用事があるしな。ガイア、やっぱりここにいた。オイラたちのことをからかってるんじゃないかってヒヤヒヤしたぜ。おっと、パイモンに旅人じゃないか。どうやら俺はまだ神に見放されていなかったようだな。お前たちに会いたくてしょうがなかったんだぜ。からかうわけがないだろ。お前出張中なんだろ。毎日午後は酒場で暇をつぶしてるみたいだけど、帰って神団長に怒られてもいいのかよ。俺は神をひどく恐れているんだぜ。そんな俺にあいつを不機嫌にさせる真似をする度胸があると思うか。実はな、俺が今回スメールに来たのは
ここの酒造業を視察しに来たからなんだ。ジャファー・タバーンにいつもいるのも真面目に仕事してるからなんだぜ。スメールが香料で有名なのはよく知られているだろう。ここで香辛料入りのカクテルが発明されたっていう噂が以前流れたんだが、そいつがかなり評判いいらしくてな。そこで騎士団は酒に最も造詣の深い俺を派遣した。それが噂ほどの一品かどうかを確かめるためにな。それで結果は？結果はオルモス校の何人かの香料商人とすでに契約を進めているところだ。おお、悪くないビジネスチャンスみたいだな。暁ワイナリーもディルックの旦那もこれを機に大儲けできるんじゃないか。そうだな。まあこの商売を暁ワイナリーに任せるかどうかは最終的に俺の気分次第だがな。おい、公務に市場を挟むなよ。うん？いきなりそんな質問をしてどうした。ほう、なかなか鋭いじゃないか。馴染みがあるというほどじゃないな。ただ俺が子供の頃に一度だけこっそり来たことがあるんだ。うん。お、それで？おっと、これ以上喋る必要があったか。お前たちと昔話をするつもりではあったが、これはあくまで俺自身の昔だからな。わかったよ。お前たちが聞きたいなら仕方ない。これは俺が暁ワイナリーに引き取られて間もないまだ幼い頃のことだ。ある日俺は父さんのしていた商談からキャラバンをスメールに派遣する話を聞いた。知っての通り、自分の血の中にある故郷のことに興味を持たないやつなんていない。そして俺の故郷カーンルイヤはスメールの近くの地下深くにあったとされている。だから当時の俺はこっそりと貨物に忍び込み、キャラバンと一緒にスメールまで行ったんだが、ワイナリーから俺がいなくなったっていう連絡がすぐにキャラバンに届いてな。キャラバンの責任者が俺を見つけた後、父さんの手で直々に連れ戻されたよ。すまん、大した昔話じゃなかったな。実を言うとそれほど多くはないんだ。カーンルイヤがスメールの近くにあったっていう情報も幼い頃に自分で資料から調べたもんだからな。ただ年を重ねるにつれて俺の生活も次第にカーンルイヤと関係のないものになっていった。少しずつだがカーンルイヤのことはそこまで気にならなくなったんだ。昔の俺は実の父親から何らかの責任を受け継いだんじゃないかっていつもそう思っていた。だが後になってよくよく考えてみたんだ。父が俺をモンドみたいな自由で平和な城に置いていったのはただ真っ当に生きてほしかっただけなのかもしれないってな。一部の物事から俺を遠ざけたんだよ。もちろん楽しく生きられたならなおさらだ。と言ってもこれは全部俺の勝手な想像だけどな。とにかくお前に有用な情報は提供できそうにない。今俺が持っているカーンルイヤと関係があるものといったらおそらくアルベリヒという名字だけだろう。マスター、デス・イン・ディス・アフタヌーンを頼む。貴様はアルベリヒの意味をちゃんと理解しているのか。ダイン、ダインスレイブじゃないか。近くで盗み聞きするだけじゃなく、やっと俺たちの話に参加していただける気になったようだ。すでにモンドで面識があったよな。ダインスレイブで会っているか。俺のことを知っているのなら
旧地と言っていいだろう。ガイア・アルベリヒ、アビス教団創立者の末裔よ。なんだって？貴様は今までこのことを知らなかったのだろうな。でなければああも堂々とその名字を口にはしなかったはずだ。まったく、この名字にそんな面倒事が隠されていたとはな。だがこれで俺の推測は裏付けられた。父が俺をモンドに残した原因はこれか。こうもあっさり受け入れるとはな。しかも何の疑いもなく。ああ、ちょうど俺の頭の中にあるいくつかの疑問を解決してくれたからかもしれないな。それに、俺はお前のその瞳が何なのかを知っている。お前は最も純粋な血を持つカーンルイヤ人だろ。よく頭の回るやつだ。率直に言わせてもらうが、貴様が先ほどこいつに言った言葉、それを裏切るなよ。貴様がその本心を保ち続けることを願っているぞ。ガイア、お前まさかアビス教団のやつらと何か関係があるわけじゃないよな。おいおい、話が急にシリアスになりすぎじゃないか。モンド人の俺はそういうのに慣れていないんだが、血筋の由来を知ったところでそれがどうしたっていうんだ。俺が血筋なんかに縛られるやつに見えるか。そう心配するな。これまで同様、機会があれば俺は喜んでアビス教団の連中を懲らしめてやるさ。おっと、そろそろ時間だな。香料を扱っている商人と商談の約束があるんだ。先に失礼するぜ。そうなのか。じゃあまたな、ガイア。ああ、またな。それとダインスレイブさん、今度酒場で会ったらおごってやるよ。ただ横で人の話を聞いてるだけなんてもったいないだろ。ダインはガイアのこと信用してないのか。二人とも同じカンルイヤ人なのに、まるで水と油みたいだぞ。俺はあいつのことをまだよく知らない。故に今すぐ結論を出しても意味のないことだ。血筋は果たして本当に人に何の影響ももたらさないのか。俺はそれに疑問を抱いているだけだ。貴様の血縁者がアビス教団に王子と呼ばれているのは、まさにこの継承に関係してのことだろう。でなきゃアビス教団の王って呼ばれるべきだからか。運命の食器を追うためだ。この名をまだ覚えているか。おう、モンドにいた頃、オイラたちが発見したアビス教団の計画のことだろ。いや、新しい手がかりとは言えない。ただずっと記憶の摩耗に抗えずにいたというのに、少し前に傷を癒していたところ、偶然にもいくつかのことを思い出してな。当時貴様の血縁者と共に旅をしていた時、彼から同じ言葉を聞いていたんだ。運命の食器をな。ああ、俺の記憶とあの言葉が結びついた時にはいささか驚いた。その記憶によると、あれは当時の俺たちが共にスメールまで旅をしていた頃のことだった。つまりダインはその時お兄さんがそれを口にした場所を調べようとしてるってことか。そうだ。この概念が現れたのには必ず何らかのきっかけがあったはずだ。俺の記憶が正しければ、それはスメールのアビディアの森のどこかだった。じゃあ早速向かおうぜ。数百年も埋もれてた秘密がオイラたちを待ってるかもしれないぞ。いや、今はまだその時ではない。違う。ただ俺の頼んだ酒がまだだ。
急がなくてもいいのよ。待て、ここは少し覚えがある。ここか？特に変わったところは見当たらないけど、数百年前もこんな感じだったのか？ああ、この森のすべてが俺の記憶とあまり変わりない。何しろここの環境は滅多に人に影響されることがないからな。近くを調べよう。何か手がかりがあるかもしれない。これって畑か？そこの家に住んでる人が作ったのかな。でも長いこと使われてないみたいだ。そのせいでここに何が植えられてたのか全くわからない、そもそも本当に何か植えてたことがあるのかな。消された焚き火があるな。レンジャーが残したものかな。この痕跡を見た感じ、ここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいな。ちゃんと火を消して火事にならないよう予防したみたいだ。この辺りには価値のある手がかりはなさそうだ。残るはあの家だけか。まだ誰か住んでたりしないか。お邪魔していいのか。いや、そのようには見えない。この辺りには生活をしている形跡もないしな。心置きなく調べられるだろう。そうなのか。じゃあまずお前が先に入れよ、ダイン。行こう。食べるのに使うお椀だ。ここに住んでたやつは自炊をしてたんだな。いや、気づかないか。薬剤の匂いがかなり強く残っている。お、じゃあ薬を飲むためのお椀か。くんくんくん、本当だ。ダイン、お前かなり鼻が利くんだな。箱があるぞ。開けてみるか。お前が開けてくれ。おいらは中のものに指を噛まれないか怖いから。あれ、これって鏡？しかも割れてる。この箱ってもしかして化粧箱だったのかな。ちょっとがっかりだな。何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのに。この部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだ。どこにでもある普通のベッドだな。下には特に何もないみたいだ。ここって暗いし湿っぽいし、絶対住み心地が悪いよな。一体どんなやつが住んでたんだろう。特に注意するようなところはなさそうだな。ダイン、お前の記憶違いなんじゃないか。本当にこの辺なのかよ。記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ、俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっとささやいている。まあいい、果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだ。それに今しがた外から物音が聞こえた。ひとまずここから出よう。物音？まさか。心配無用だ、ただの雑魚だろう。